9月3日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、麗卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんです。さらにアレス投資顧問の安部隆史さんによる注目銘柄の深掘り解説もお送りします。今週もお付き合いください。さあ、それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。新型コロナ患者の全数把握の見直し。 消費者庁の霊感商法対策会議がスタート。ロシア、北方領土などで軍事演習。2023年度の予算概算要求出揃う。2年連続110兆円以上に。安倍元総理の国葬をめぐる閉会中審査、来週を念頭に与野党が調整。政府が南海トラフを想定した総合防災訓練を実施。こういったニュースを取り上げました。 今週の聞きどころですが、8月31日水曜日に高橋洋一さんと小泉優さんとお送りした、警察庁つゆ長官が就任会見というニュース、ロシアの警護体制についても解説していただきました。それでは今週のプレイバック。警察庁つゆ長官が就任会見。この度、警察庁長官に任命されましたつゆであります。 最優先に取り組まなければならないことは、警護体制の再構築であります。新警護要則にのっとって、警察庁と都道府県警察が一体となって、一から出直す覚悟で努力を積み重ねていきたいと思います。 安倍元総理銃撃事件を受け辞任した警察庁の中村イタル前長官の後任として昨日就任した津ゆ康弘長官の会見での声を聞いただきました。津、えー、津長官は銃撃事件に関する警察庁の検証チームのトップを務めまして、通、えー、恨の極みで重く受け止めているとした上で、再発防止策について、普段の見直しが重要だとも指摘しております。 ということですので、先週発表されたこの報告書を、まあ、まさに作っているトップ、この報告書の話を具体化するというのが、ま、任務になるというふうに、ま、会見の中でもおっしゃっていたようでありますが、うん、まあ、報告書などもお読みになってた、高橋さんいかがですか読みましたけれど、はい。うん なんか、なさ、情けなくなりましたね。情けなくなった。ええー。というと。まあ、基本的に、あの、警護って、だから、やっぱり、日本ではちょっと、なんか、非常に、安、安全神話っていうかね、それ前提なんですよね。うん、だから、海外かなんかだと、もう、ものすごくて、例えば、お隣の韓国だったでしょこの、パックネさんがやったときに、ものすごい人間の数がバーって守るでしょはい。そういうのは、ないよね。おー。えー だから、あの、総理の経験者って SP 一人なんですよね。うーん。一人はちょっとびっくりしますね。<laughs> 私もあの子のこの SP の人知ってますけどね。まあね、あの、一人じゃちょっとね、苦しいっすよね。うーん。 特にあのときにあのう、後ろが普通の通りでしょ、はい、いろんなあの人が通ってて、そこに気を取られちゃったっていうのが報告書に書いてあるんですけどね、うん、そこにきゅっと、気取られちゃだめだろうとま、ね、まずね、そもそもそれ後ろに通るようにしちゃだめだろうってうのは普通でしょうけどね、後ろを通って台車に気を取られちゃったって、そういう話でしょ、うん、事件の経緯を見るとそのようですね。っっっととととねねびっくりしします、ね、これは、ね、うんでこの計画がどうううて通ったんだとかそういうこと正直と奈良県警 でもけ、警護できないっていうんで、なんていうんかな、基本の話としては、あれでしょう、後ろを通しちゃだめだって当たり前なんですけどね、うん、そういうところを通して、それでみんな、あの警護が前に向いちゃったって話でしょ、はい、それぜ全部があの、なるべく防ぐっいうのは普通だから、後ろは絶対防いでおいて、それで前を見るっいうのは分かりますけれどって、うん、いうふうに思いますけどね、うん、あの素人目にもね、うんあの、現場に行ったときにね、ここでここはないだろうと思いましたよ。うん だって360度全部どっかでも OK なんですようん。小島さんはどうご覧になりましたそうですね、私あの、北方領土に行った時にお<ー>あの当時の山本一太沖北大臣が一緒に来られて、はい、で確かあの時もね、えー、SP は一人だけだったんですよね、<ー>で一方でロシアで暮らしてみると、ロシアの要人警護ってもう全然違って。 そもそも昔の,の KGB の中に第9局っていうボディーガード専門の局があったんですよ<ー>で今これは独立して連邦警護庁という、はい、警護庁そうなんですよあのボディーガードのための庁があるあい一個の組織がそうなんですそこにそのクレムリンを守ってる警護連隊みたいなものもあるし、はい、その要人の通信回線を運用してる部隊もいるしでもちろんそこにものすごい数のボディーガードの人たちを養成していて。 まあなんで、ロシアの要人たちの敬語体制ちょっとこう、我々では想像がつかないような感じですよね。 人数も半端ないですし、はい、それからなんかどうもこうマスコミの取材が入る時のカメラの位置なんかも、彼らは決めるそうなんです,そうなんですか。<ー>で、さらに最近、プーチン大統領は、パーティー出された食事も飲み物も手つけないんですよね。はい、手つけないんですねあの大阪 G20 の時とかそうですけど、あのもう自分でロシアのロシア連邦の国章が入ったタンブラーを持ってくるんですよ、はい、中身わかりませんけど、<ー>でこれしか飲まない。 最近ど、昔はなんかね、パーティーでカクテルぐらい飲んだ気がするんですけど、えー、やっぱり20年やってるうちにもう、俺も気をつけなきゃ危ないぞって気持ちが多分プーチンさん、あるんですよね。<ー>からもうほとんど人前でもあれしないし、それから G20 の時は日本で報道になってましたけど、はい、プーチン大統領、排泄物も全部持ち帰ってると。 あのまあ、それこその連邦警護庁の連中ですよね、はあ、持ち帰ってです、ね、プーチン大統領の健康状態なんかも知られないようにしてるとか、やっぱりそういうもこう、猜疑心の塊みたいなもので動いてる国もあるし、まあ、日本みたいに緩い国もある、<ー>私どっちも、どっちだと思うんですね、あのやっぱロシアのみたいにそこまでじゃガチガチに固めて、要人は安全かもしれないけども、はい、やっぱり国民との距離はすごく遠い感じもしますし、多分そのコロナとか、あの長年の独裁で猜疑心が強まっちゃったプーチンさんが余計 世界観がおかしくなって今回みたいな戦争を始めたんじゃないかって私はどうもするんですよ<ー>一方、日本みたいにひょいひょい近づいてって元首相を殺すという国というのもまあそれはそれは確かに問題なんだけど他方で市民との距離は非常に近い,いわけで安倍さんのところにこう握手したいとか一言言っていたいとか言って近づける人もいるということでもあるんですよね。えー やっぱそこはまあ一種の民主主義のコストではあるのかもしれないけども、うん、やはり今後のあの警備体制はちょっと考えてもいいのかなと思ってます。高橋さんやっぱりロシアの警護っていうのはものすごいいいものありますね。<laughs> のこれね安倍さんに聞いた話だったけど、はい、あのプーチンがあのえっ、ー、と山口に来たでしょ。ああ長党でね内談しましたね。あ、ね、れなんちょっとまあまあ言い,言,い言いにくい。 っていうか言えないけれどね、うん、まあ大変だったらしいですよ。ああ、やっぱその、こうね、うん、路地を整えてどうやるとかってね。日本的な感覚で路地を整えてやるんだけど、全く違うんだって。ああ。だからもう、あの、そのね、向こうは全然違う感覚なんだということなんですよね。うん。あれでも、あの、お風呂入んなかったっていうのは、外に出てるんじゃないですか。ああ<ー>、ああ、うん、ああ。 そ,そうですね。そうそう,そう。私も聞きました。えー、えー。うん、そんな報道もなんかあった。報道もあったっていうかね。だかそれは、ね、まあね。なるほど。でもあの時は確かに、あ俺入んないんだ。せっかく温泉に行ったのにと思ったんだけど。日本人はね。あそんなとんでもないでしょ。すっぱ,、ね、っぱなかが人になってね。うん、な、なんだっすかとか、ここで拉致されたら大変でしょとか、そんな感じでじ、うん。やっぱりこう、ロシアの感覚からしたら、なんで服脱がせるんだそ<う>っていうところ脱がせるんだ。<laughs> やっぱりあの、ね、日本人は何にわ節の世界で生きてるんだと思いますけど、はい、ロシア人は基本的にドストエフスキーの世界で生きてるわけですよ、ね<ー>で。まして、プーチン大統領はあのドストエフスキー小説の舞台になったサンクトペテルブルクの出身でもありますし、はい、KGB 出身だし、はい、やっぱりああいう,こう疑いとか性悪説に基づいてものを見てるんでしょうね、えー、そしてこのプーチンさんの経理やってる人たちも、結局、旧 KGB 警備官の人たちなわけですから。<laughs> えー、まあなんかあの、えー いけますプーチン様みたいな感じで歓迎されても、ですね <laughs>、はい、それ大丈夫なのかとか、それで裸になってもいいのかとかです、ね、できっとそういうことを考えるんでしょうね。だから、そういうふうな,なんか、ね、暗殺にね手を染めたかもしれない方って言ってでしょ、<laughs> 大体ね、世界のトップでね本当にね殺人を犯したかもかもですよしれない人っていうのはなかなかいないらしいから、<ー>うん、だからそういう意味ではあのその、なんていうかな、いろんなこう体験とかね、ええ、経験豊富な方でしょ。いやまあ、確かにね、うん プーチンさんがどうかってあれですけど、ね、KGB っていうところがどういったところだったのかと、<laughs> <う>私も、あのー、それこそドイツのライプツィヒっいうところと <laughs> あの KGB の博物館とかに <laughs>、うんと、こんなことやってたんだとか、こんな盗聴してたんだとか、盗聴ならまだいいですけど、ね、まだいいけど仕込みづえだとか、いろんなものが出てきて。 そういうものね、あのね、トップっていうかね、そういう大方だったってことはね、まあね、それは我々と感覚が違うでしょう、それは。しかもね。見てる世界が違うから。今日、ゴルバチョフ氏の話も出ましたけど、まさにあの、こう、冷戦が崩壊していくときに、プーチン氏は東ドイツにいたんですもんね。そうですね。でまして、プーチンさんは、その時につまり、ゴルバチョフのペレストロイカを生で見てないんですよ。 あ、そっか、本国にはいなかったからってことですかないなかったから、はい、その、ロシア人が自分たちで、このソ連の体制を変えようとしたってことを、同時代的に実はプーチンは見てないということをよく指摘されるんですよね。なるほど。でむしろ、その時に、あの、東ドイツの崩壊。 はい、の時に立ち会っていて、うんうん、自分のそのドレスデンの KGB 庁舎が市民に囲まれたりとかして、はい、結構怖い思いをしたと<ー>で。しかもその時じゃあソ連軍に何とかしてくれって言ったんだけど、ソ連軍は何もしてくれないし、モスクワの KGB 本部も何もしてくれなくって、非常に頭きた。で、帰ってみたら今度はゴルバチョフに対して軍と自分の親玉のその KGB のクリチュコフ議長がクデタをしたわけですから、はい それでまた大混乱になってしまってここでも本当に嫌気がさして KGB に辞表を出したというふうにプーチンさんは言ってるんですよねでその、まあ、4ヶ月後にソ連そのものがなくなっちゃう、はい、だからこう若い時にその改革というものは見てなくてだけど国家の崩壊は2回連続で見てるんですよだからやっぱりこう 世の中をよくしていこうっていう方向にこうリベラルに考えるっていう部分プーチンさんの中にはなくはないんですけどやっぱり同時にこう国家とか市民社会っていうのは上からぎゅーっと押さえつけとかないと。 いつバラバラになってしまうか分かんないみたいな恐怖心を多分ずっと持ってきたリーダーだと思うんですね、プーチンさんその自由だとか改革だとかへのこう熱い思いであるとかっていうところは触れずに、その後の崩壊した、うん、大混乱の部分をしか見てないし、いまあそのプーチンさん、何度も演説の中で言ってますけど、やっぱり市民が自発的意志を持ってデモに出てくるなんてないんだってプーチンさん言うんですよね。<ー>誰かが裏から操らないとそういうことを市民はしない。<laughs> だからそもそもやっぱ彼は市民という概念がないんですよ。 <laughs> 捜査対象の大衆はいるんだけど、はい、なんか自発的意思を持って政治に物申す市民みたいなものって本当にそんなのいるんですかというような感覚多分プーチンさんは非常に強く持っているし、まあでもそういうものらしいねと思って民主主義国のリーダーをやろうとした時期もあるんですけど、<laughs> はい、やっぱりこう、 何て言うんですかね ?20 年やってるうちに、多分彼の世界の中ではそんなものなかった。ってやはり全部アメリカにややられてたみたいな方向に、どん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 向かってっちゃったんじゃないですかね。うーん全体主義の、まあ、典型的な人ですね。あ<ー>だから、あのソ連が民主主義っていうのはないんですよ。うんソ連もロシアも民主主義ではない。うんだから違う国です。<laughs> この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーもお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。 今回はですね、月曜日のオープニングでもお伝えしたんですが、日本放送のアナウンサーの記事が、フライデーのデジタル版とサブスクリプション、まあ、有料版なんですが、こちらは、えー、に掲載されているという話題をお伝えしたいと思います。あのー、私、新業と熊谷アナウンサーと記事が掲載されてきまして、ついに、 我らの飯田浩治アナウンサーの記事が配信されました。デジタル版とサブスクリプション版では記事の内容が違っていまして、デジタル版ですと飯田浩治アナウンサーの新人時代の話。 であったりとか。あとは、サブスクリプション版ですと、飯田さんがアナウンサーになろうと、志したそのきっかけについて語っている模様が掲載されております。え私、新業の記事ですと、サブスク版では、特撮について、プロレスについてなどなど、えいろんな話をしております。で、えっと、写真もですね、今回、フライデーさんにですね、撮り下ろしていただきまして、その撮影のオフショットを、 番組のインスタグラムで公開しております。あの、飯田さんのオフショットをぜひご覧になってみてください。えそしてですね、新行熊谷飯田と来てですね、まもなく前島アナウンサーの記事も公開される予定になっておりますので、合わせてお楽しみいただければなと思っておりますえ。フライデーのデジタル版、そしてフライデーのサブスクリプション版で記事が掲載されております。ぜひチェックしてみてください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。 9月5日月曜日、イギリス与党保守党党首選の決選投票、結果発表。9月6日火曜日、定例閣議。北海道イブリ東部地震から4年。7月の毎月勤労統計調査速報発表。9月7日水曜日、北朝鮮が最高人民会議開催。7月の景気動向指数速報発表。7月のアメリカ貿易収支発表。 8月の中国貿易統計発表9月8日木曜日 IPEF インド太平洋経済枠組み閣僚級会合開催 EBC ヨーロッパ中央銀行理事会開催4月から6月期の GDP 改定値発表8月の景気ウォッチャー調査発表9月9日金曜日定例閣議小池知事定例会見 北朝鮮建国74周年。続いては来週のお知らせです。来週は飯田浩司アナウンサーが夏休みということで、変わって私、信用が1週間番組を担当しますえ。コメンテーターのラインナップです。9月5日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。6日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。7日水曜日、東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さん。 8日木曜日、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん。9日金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。新葉一華のオッケーコージーアップ、よろしくお願いします。さてこの後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。 今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次さんですオッケーコージーアップ週末増刊号 ジャーナリストの佐々木俊直ですこの配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組 今回のお相手は、麗卓大学教授で、憲法学者の八木秀嗣さんです。よろしくお願いいたします。あよろしくお願いいたします、えー。先月ですね、7月8日に安倍元総理が銃撃されて暗殺されるという大変悲しい事件が起こりました。あの、八木先生は安倍元総理の政策ブレーンとしてですね、大変よくあの皆さんから知られてると思うんですけども、教育再生とかですね、あるいは行位継承など、さまざまな課題に取り組まれて、 信仰が深かったと思うんですけども、この事件、感想を聞くのもなんなんですけど、八木先生、どう思われてますかいや、突然あのいなくなったもんですから、そうですよね。で、まあ、亡くなられる直前まで、ですね、うん、例えば論争的なテーマですけど、夫婦別姓だとか。うんうんうん あるいは性的少数者への対応策だとかについて、ええ、まあかなり深く相談してたんですね。そうなんですね、ええ、最後のお会いされたのは、じゃあ、ほんの数日前ぐらいだったんですか、えー、いや、6月の半ばです、えー、ああ、もうじゃあ、ね、1か月後半ぐらいですか、ねえー、うことなんですね。えーえー、安倍元総理について、なんだろうな、こ,のもうこんだけ器用方変の激しい人も、なかなか戦後の政治家でいなかったというかですね、その、なんだろう。 評価がです、ね、あまりにも真っ二つに分かれてしまっているのが非常に不思議なんですけどもな,なんでこんな評価になってしまったのかそもそも安倍さんというのは一体どういう人物だったのかどういう総理だったのかというのはどういうふうに現時点では先生は総括されてますか、まあ、なかなか難しいんですけどね、うん、どこのことわざですかね密使いの、ね、英雄なしという言い方がありますけど、うん、まあ近くにいるとどんな人物も凡庸に見えるわけですね。だから日本国内にいると、まあ、こうメディア通して、うん 安倍さんの言動に溢れますから、そうすると、まあ、おのずと、なんかいろんなところも見えてきてですね、評価低くなるんだと思うんですけれども、亡くなられた後の海外の評価が極めて高くてですね、しかもかつては、えー、安倍さんのことを歴史修正主義者とまで言って非難していたアメリカのリベラルな新聞ですね、代表的な新聞までが、 えー、楽高く評価してですね。うん、私も、まあそれこそ、まあ近くでいろいろこう見てきたんですけども、まあむしろ海外のメディアの評価によって教えられるところが多く、 ありましたよね、まあ、実際、アメリカとかインドとかでもですねもう国を挙げて反旗を掲げるみたいな弔意、はい、を示している国が多くてですね、まあ、逆に言うと、ね、亡くなられた直後のいろんな各国からのメディアの報道を見て初めてそんなに評価高かったのて驚いた人も多かったかもしれないですよねワシントン・ポストとかニューヨーク・タイムズとかですね、えー、ああかつてはけちょんけちょんに批判してた。 ところがもう本当、世界的なリーダーであるという位置づけをしたわけですねそうでもともとの多分、その第一安倍政権の頃ぐらいまでは、わりにこう歴史修正主義者だみたいなことを言ってる海外メディアも多かったと思うんですけど、はいはい、ただ、 なんか今回、一連のいろんな海外報道を見てると、その歴史修正主義者が、まあ、いわゆる右派っていう、うん、そのレッテル貼り以上に、まあ、そこをなんか、かなり軌道修正してです、ね、第二次安倍政権では、自由で開かれたインド太平洋戦略みたいなのが象徴されるように、はいはい、かなりこうリベラルなその外交路線に打って出たみたいなことを盛んに強調しているメディア多かったような気がしますね、えー、自由で開かれたインド太平洋構想はあれば戦略ですね。うんね これ最初、原型とらえたのが、第一次政権だったんですけれども、その時はまさにですね、えー、え世界中の有識者、あるいはメディアあたりから、歴史修正主義者、という、ある右翼とかですね。えーえー そういう捉えられ方をして、えーまあ、危険視されたと。うんうん、で、それが、まあ、亡くなられた後ですね、えー、その時は気づかなかったんだけども、むしろ安倍さんの方に先見性があったんだという評価に変わってるわけですね。うんうんうん、そで,、ね、でそれは、まあ、安倍さんの場合ですね、まあ、これもアメリカのメディアの評価でしたがね、うん、50年後、100年後を見据えて、まあ、日本が生き残っていくために、うんうん、あるいは自由社会がですね、えーえー、存続するために、まあ、ビジョンを持って戦略的に、まあ、外交を展開して、 きたという、まあ、まあ指摘があるんですけどもでその際に、まあ、かつてはその中国への警戒心というのがそれほど強くなかったんですね。で,でその時に先回りして「うん、いやいやその中国は軍事的に台頭してくるんだ」と。えー そのための備えをしておかなきゃいけないんだということを言うと、まあ逆に危険視される。なるほどね。そういうことなんですね。ええ、そこはやっぱり国際情勢の変化もこの20年の間に大きかったってことですよねそうですねえ。まあそれから、その7年8ヶ月っていうですね、うんええ、第二次政権ですね、長期にわたって政権を担当したことで、うん 例えば G7 の会合などで、ですね、各国の首脳たちが対立するのを、その中で合意点をなんとか見出そうとするまあ調整役を買って出て、えら偉く感謝されたりだとかしてですね。 すでにそういう意味では世界的な政治リーダーになっていたと、うん、あの、トランプのアメリカが TPP から脱会というか参加しなかった後もそれをまとめ上げたのは安倍さんでしたよね。そうですね。最近も杉山元外務次官が書かれてましたけど、2014年のベルギー・ブリュッセルでの G7 の会合で、うん オバマ大統領が、ロシアの、ま、クリミア侵攻に関して、うんえー、極めて強いロシア非難をして、で、それ何の根回しもせず言ったもんですから、うんうん、ドイツのメルケル大統領あたりが大反発してですね、うんうん、もう一触即発だったのを、うん、45分間安倍さんはずっとメモを取りながら黙って聞いてて、でいきなりですね、今のこれまでの話聞いてると、4つの合意点があると。うんうんうん これをまとめ上げようと、とにかく G7 は結束しなきゃいけないんだとんということを言ったというですね、そういうのも、亡くなった後初めて知るような話なんですけれども。結局、まあ、アメリカは 一国、超大国だけではなくなってくる中で、どうやってそのリベラルな世界秩序を守るかというときに、そこに積極的に自分たちが支えようっていったのが安倍さんだったという、そうですね、そうですねだから少し前をこう常に見ていってい、うんね、ったと、そこの部分がなかなか国内ではですね一部、うん、の人たちには理解されなかったところがなんでこんなに理解されなかったんだと思いますか、それはですね、明確なビジョンがあったわけです。うん、でそのビジョンを共有できない人たちが 当然いるわけで、うん、まあ特に集団的自衛権の行使ですね、うん、まあ限定的ながら可能にしたことが、うん、まあこれ自体は日米同盟を進化させるですね、うんで、日本の抑止力も高めた。うんでまあ、結果日本の安全につながっているわけですけれども、うん まあ、安倍さんとビジョンを共有できない人たちからすると、まあ、絶対に許せないことだと。で今でも言ってますよね。なるほど。まあ、ええ、軍事っていうこと自体に言及するのも許さんみたいなところありますもんね。ええええ、ある憲法改正とかですね。まあでも結果的にまあ安倍さん辞めた後だったんですけども、ウクライナ侵攻が起きてて、はい、結果的にまあ安倍さんの目指した方向性が、 まさしく正しかったってことがようやく印象付けられた感もありますよね。そうなんです。ですから先ほど第一次政権の時にですね、えー、世界中の指揮者たちが安倍さんを危険視したとです、ね。うん、しかし、日本国内でもですね、うん、今年2月のウクライナ侵攻によって、うんあ、安倍さんに言ってたことは正しかったんだとか、うん、あるいは、えー、去年の12月に台湾有事は西米同盟の有事であり、うんうん、かつ日本有事であるということを言いましたが、 それれも理解さつつあるわけですよね、うん、先回りして、こういうことを考えなきゃいけないんだという人というのは、まあ、そんな役回りをするんですよ、うん、なるよ、まあ、日本はそもそも政治において強いリーダーシップをあまり好まないという、そういうなんか民族性もあるような気もしますよね。あ他の政治家が簡単にできなかったことを、ですね、うんうん、次々にある意味、やすやすとやってしまったということも、まあ、反発を。うんうん そうですね。ところがあったんだと思うんですね。すね9月末に国葬が行われ、まあ、結構これ、反対もまた出てたりするんですけど、この国葬の意味というか、意義については、先生どうお考えですかまあ国葬は吉田茂元首相のまあ例もありますから、しかも海外からこれだけその死が惜しまれて、冒頭から言ってるように、ですね日本国内の評価よりも海外の評価の方がもう格段に高いわけですね。うんえー、まあ、私はあえて国葬のようなですね、うん 弔い方をして、えその辺を、まあ、日本の、その、国内のお人たちにも。理解してもらいたいなというような思いがありますよね。うん、国葬の時の外交みたいなのも期待できるんですかね。これはいや、それは、一級の海外の首脳が、来てですね。うんえー、しかも、その時間も取れますから。うんうん まあそこで、えー、まあ日本を舞台に外交が展開される、そういう場になるんだと思うんですね。なるほど。まあ憲法上も問題ありませんし、そうですよね。まあむしろ、生前からですね、安倍、うん、さんに反対してた人たち、同じ人たちが国葬に反対していると。うんうん いうことですよね海外メディア、最近の報道を見てるとね、その安倍外交評価質も、今後それが継承されるのかどうかみたいなことを危惧する指摘もいくつか出てきているような感じがするんですこの辺どう思われますか、岸田さん、大丈夫なんでしょうかいやそこは非常に心配なところで、ですね安倍さんのそういう洞察力だとか、先見性だとか、えー、そういったものがですね。うん 突出していただけに、うんうん、しかも、まあ、生まれながらそういうものを持っていたっていうところもあるんですけども、うん、むしろ努力してそれを磨いていったというところもあるわけですよ。それを意識しながらですね。うんうん、ですから、そういう部分を、岸田首相はじめですね、うん、持ってるかというと、まあ、そこはですね、意識の違いっていうのは当然あるわけでうん、うん。相当努力していただかないと。うん、そう。ただですね、うん、安倍さんが見てきた国際社会の現実がですね、えー 多くの人たちにとっても、目の当たりにするようなことになってますから、そういうその事態の中で,で、ねえー、の、まあ、政治運営ということを考えると、おのずと安倍外交を継承せざるを得ないと。うんまあ、認識はもう完全にに新たになっててそれれが共有されてる ということでいいんでしょうね。その安倍さんが予測してた事態になってきてるですか、うん。そういうことですね。うん、あいつは危険だと、うん、えー、危険人物だとこう常にこう言われてきたんですけど、うん、まあ現実の方が後を追いかけてきてると、うん、いうことなんです,、ね、とですね。はい、ありがとうございますえー、今月は零達大学教授で憲法学者の八木秀次先生にお話を伺っております。次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 オッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号 毎月最初の週には、アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに登場いただきまして、世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説をしていただきます。それでは安部さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回は、情報通信業の3774インターネットイニシアチブを紹介いたします。 皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。世界で歴史的なインフレが加速する中、米 FRB は今年3月、2020年3月から続けてきたゼロ金利政策を解除。ゼロ金利政策から利上げに踏み切るのは2015年12月以来、実に7年ぶりです。 8月26日、パウエル FRB 議長がジャクソンホールでの講演で、利上げを強調する発言をしたことで、ニューヨーク市場ではダウ平均が1000ドルを超える暴落となりましたが、各国の金融政策は株式市場に大きな影響を与えます。そこで本日は金融政策をめぐり、株式市場に存在する4つの相場サイクルから、今後の投資戦略を考えてみたいと思います。 4つのサイクルとは金融相場、業績相場、逆金融相場、逆業績相場です。金融相場とは景気減速局面で中央銀行が政策金利を引き下げることで金余り状態が発生し、その資金が株式市場にも流入することで株高につながる相場です。金融相場の次に来るのが業績相場です。業績相場とは金融緩和の効果で企業業績が回復し、 企業業績の拡大を背景に株高につながる相場です。業績相場の次に来るのが逆金融相場です。逆金融相場とは、景気加熱やインフレ抑制のために中央銀行が政策金利を引き上げ、市場から資金が流出することで株安につながる相場です。最後に逆金融相場から逆業績相場につながります。逆業績相場とは、金融引き締めにより、 景気が減速し、企業業績の悪化を背景に株安につながる相場です。この4つのサイクルに照らし合わせれば、今の局面は逆金融相場と言えます。そして逆金融相場とその後到来する可能性がある逆業績相場は株安につながりやすい点に注意が必要です。逆金融相場では景気動向に業績が左右されにくいディフェンシブ銘柄が 注目されやすい傾向があります。そこで今回は情報通信業の3774インターネットイニシアチブを紹介したいと思います。インターネットイニシアチブはプライム市場上場でインターネット接続サービス、ネットワーク関連サービスの提供、ネットワークシステムの構築、運用、保守、通信機器の開発及び販売などを展開しています。 8月5日発表の第1四半期決算発表で、売上収益は前期比9.8%増の581億9000万円、営業利益は同15.3%増の50億2600万円です。ネットワークサービスでネットワーク公開等の複数年確定複合案件の受注を積み上げたほか、システムインテグレーション分野で、 企業や観光庁におけるシステム構築需要が活況だったことなどが寄与しています。8月には1925大和ハウスの建設 DX プロジェクトを DX パートナーとしてサポートすると発表。今後も DX 推進コンサルティングの実施体制を強化し、一般的なコンサルティングサービスの提供や個別のシステム開発だけでなく、開発から運用まで 包括的な ICT プロジェクト支援を多業界の顧客にも展開する方針ですので、コロナ禍で加速する企業の DX 需要の取り込みが期待できそうです。景気減速局面でも情報通信セクターは底堅い業績が期待できますが、今後は国策の追い風にも期待できそうです。6月に総務省がデータセンター、 海底ケーブル等の地方分散によるデジタルインフラ強靭化事業についてデータセンターの設置等に関する間接補助事業者を発表しておりますが同社も採択しております同事業はデジタルインフラ整備基金を設置し同基金を財源としてデジタルインフラ整備を行う民間事業者等に助成を行うものですが岸田政権が デジタル田園都市国家構想を推進する中、事業拡大が見込めそうです。今回の9月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより、無料メルマガのご登録により、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。また、リアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや、 阿部隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう「オッケーコージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組「日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ」 平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、ージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新妙一花でした。